いホロ酔いホロライブの飲酒プログラム、可愛い女子と酒を飲む、それこそが生きる意味だ。めっちゃワイルドだな。生きる意味なの。ワイルドだね。あのホロのメンバーが集まってちゃんと責任を持って飲む新しい飲み会プログラム、ホロ酔いへようこそ皆さん。はい、ホスト役の森カリオペです。遠い国から来た死神で、いつも日本語の勉強を頑張ってます。もうすごいペラペラよ。すごいからごめんね。頑張ってるけど、このような女子飲み会の目的はただ一つ、お酒で心と心をつなぐことです。おー素晴らしい。はい、イエーイ。今夜の帰りのタクシーは森カリオペがスポンサーしていきます。はい、助かります。いえいえ、こちらこそ聞いてくれてありがとう。じゃあ最初は自己紹介コーナーしましょう。はい、で今日の参加者にインタビューしてしてみましょう。はい、はい、ごめんね、ちょっとローマ字インタビュー。はい、じゃあ最初は誰かな。でも団長でいいっすよ。オッケー、団長団長。それを基準にするわ。まあ自己紹介してくれたね、さっき。はい、ありがとう。じゃあ団長、好きなお酒は何ですか。いやーすごい悩むんだけど、団長マジでザルで何でも飲むんですよ。本当？そう、何でも飲むんだけど、基本アルコール度数が 10% 以下はもうジュースだと思ってるので、なので好きなもの結構わかる。わかってくれ。あ、嬉しい。そうだね。嬉しい。そうなの。でもね、結構甘いのとか好きだから、なんか居酒屋とかそういう食べ物屋さん行くと、うん、なんか梅酒のロックとか、うん、そういうのばっかり飲んでるからね。実際、うんうんうん、フレアともご飯、記憶にない。いやいや、思い出してや。そう、ロックばっか飲んでいます。でもね、それこそ、去年かな、そう、去年ぐらいからは、うん、ちょっと、宣伝みたいになっちゃうんですけど、ノエルのポーションっていうね、ジンをね、出させてもらって、その時に、ジンもね、いろいろと飲んでね、うん、あ、うめーってなって、だから、ジン、でもね、甘めが好きだから、そのジンとコーラを割ったりとか、ジンとオレンジとか、そういうのばっかり最近は飲んでるかな。なるほど。ジンめちゃめちゃうまい、うん、うまい。ジンも好きだよ。あ、いいね。いいね。じゃあ好きなハードな酒は。ハード、うん、そう、例えばウイスキーとかジンとか。ジンですかね。ジンかな。なるほど、いいね。私も多分ね。うん、先輩はたくさん飲むとどんな人になりますか？ね、喋り上手というか、うん、なんかすごいね。あ、そうなんだ。そう、なんかウキウキしちゃうかな。ウキウキ。そうなのよ。いろいろあるよね。でも泣き上手とかあるけど、うんうん、でも楽しく酔っ払えます、うん、やった、それが一番ハッピー。いいね。私はなんか何回もごめんなさいって言って。何かあったの？急にカリちゃんの闇が見えたけど。迷惑かけてごめんなさいって。なっちゃうね。ですね。はい、次はスピードラウンドです。はい、行きましょう。ロック、ソーダ、ストレート、どっち？どれ？ロック、ソーダ、ストレート。ロック。ロック？アルコールのチャームポイント、味覚、気分、両方？味覚。赤ワインと白ワイン、どっちがいい？赤。うん、いいね、うん、ビールかほろ酔いか。うん、ほろ酔い。いいね、うん、甘いお酒か辛い、うん、え、なにこれ。辛いじゃなくて辛いか、辛いかな。ちょっと変わります。マネージャー。辛い酒。まあでも辛い酒はちょっと辛いから、ちょっと甘いかな。甘い。確かに。オッケー、好きなおつまみは？お肉系だな。うん、から、うん、いいね。ホロライブで一番お酒が強いのは誰と思う？何そのポーズ。いやでもなんかね、ラミーも強いけど、でも団長もやっぱね、九州、バーチャル九州の女なんで、強いっすよ、うん、自分を推薦。いい、ね、はい、やった。ホロライブで一番お酒が弱いのは？弱いの誰かな、
でも、マリンかな。本当なあ、船長もちょっとなんかあの、うん、誘ってみたいと楽しみです、うん、はい、ありがとうございます、うん、団長、なるほどね、こういう感じ で、 そうです、ね、一気に行くんだね、豪語じゃないんだなって、うん、いや、じゃあちょっと楽しみなので、なるほどね、行こうかな、うん、はい、次はプレア先輩、はい、はい、好きなお酒は何ですか。私は、なんか昔はピーチウーロンとかが好きだったんだけど、いいね、なんかホロメンとなんか飲んでるうちに結構梅酒とか、なんか柚子酒とか、いや、一緒に飲んでたね、そういうのが結構好きになったかな。あとはモーツァルト、あー、いいね、うん、すごい飲んだことないけど、なんかチョコレートのやつ、あら、へー、美味しかった、美味しそう、飲んでみたい、うまい、じゃあ好きなハードな酒何ですか。好きなハードな酒、例えばラム、ウイスキー、ジン、ウォッカ、なんかあんまりこだわったことないな、うんうん、結構甘めなやつなら何でも好きみたいな感じだったから、ラムがいいかな、うん、ラムかな、ラムうまいよ、ちょっと甘いやつもあります、うん、はい、あなたはお酒にどれくらい強いですか。あ、めっちゃ弱いですね、なんだろう、あの缶1本で6時間くらいやる配信をくらい、なんか結構チビチビ飲みながらチェイサーしながら飲むみたいな感じでやってます、ね、なるほどね、たくさん飲むとどんな人になりますか。吐きます心配なんだけど、ちょっと、はい、でも記憶が飛ばないから大丈夫、その前に吐くから大丈夫です。あ、なるほどね、大丈夫なのかな、I see, I see、なるほどね、じゃあスピードラウンドしましょう、はい、はい、スピードラウンド、ロックソーダストレートどれ。ソーダ、そうだ、アルコールのチャームポイントは味覚、気分、両方、味覚、赤ワインと白ワインどっちがいい。甘い方が好きだから白ワイン。白ワイン、ビールかほろ酔いか。ああ、これは迷うな、なんかドイツビールは好きなんだけど、それ以外だったらほろ酔いかな。わかる、いいね、好きなおつまみは、なんでも好き、枝豆とかお肉とか、いいね、いいね、オッケー。ホロライブで一番お酒が強いのは、隣にいる白髪のやつ。ホロライブで一番お酒が弱いのは、うわ、どうなんだろう、悩むよね、なんか弱い人って飲まないよね、そもそも。そうなんだよね、飲まない人じゃなくて、飲んでる人の中で、でもそれだったら、そう、なんかトイレでなんか昔意識をなくしたんだっけ、なんかマリンがそんな感じだったもんね。そう思ってるとマリンなのかな。あ、船長、船長 is weak、 alcohol weak。 次はマリンが呼ばれるということやな。Of course、 いいね、じゃあみんな一緒に飲みましょう、世界中を